はい、ここからは生配信でございます。斉藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、残りメンバー東国原秀夫さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、YouTube チャンネル、そうですね、はい、これもあれでしょう、はい、ずっとシリーズでやってきた東国原ストーリー。そう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 、なんかポルシェの話とかね、いろいろと、ね、積み残しがいっぱいありましたよね、はい、1980年に弟子入りして、はい、弟子入りの話したっけ。あ、したよね、はい、どこに行ったっけ。それは途中で終わってたんだっけ、はい、地上に出たところで。地上に出た、地下駐車場からポルシェがブーンと出たところ、はい、そっから行くの今日それはどうもね、それはどうもあれ、前を喋らないと、ね、あれやっぱパックで ね、 そうですね、ちょっとセットで喋らないと、なかなかね、笑いって繋がらないから。確かに、うん、何かございましたら提案。だから80年でしょ。で、あれです、じゃあね、うん、結婚の話しましょうか。ありがたいな、どう嬉しい。どう、 KK さん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 、加藤和子、KK、 加藤和子、これじゃないよ、 KK 抜けた、 KK、 加藤和子さん、名古屋出身、はい、そうです、そうです、1986年にフライデー事件があるんですよ、はい、でフライデー事件も喋りますけど、はい、僕 の、 あのストーリーですから、はい、ヒストリーですから、はい、ストーリーじゃなくて ヒストリー、歴史です。東国原ヒストリー、はい、これをタイトルにしておいてくれ、お願いします、ね、うん、NHK は扱ってくれないから、はい、NHK ってなんとかヒストリーってあるじゃないですか。ファミリーヒストリーは無理ですからね、うん、当然一回も声がかからないからそれは無理でしょう。ここで、あら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 、時間が時間が、まあ、そう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 、それで86年にフライデーがあった、はい、その後禁止になるんですよ、はい、逮捕されてね、存じてます。フライデーの話はまた改めてします、はい、30分くれ、これはね、はい、フライデーはね、うん、そして禁止になりました、はい、で禁止の時にまあステイホームなんですよ、はい、だから自宅禁止なんです、はい、で一歩も外に出るなって言われる、はいはい、それで何もすることがない、うん、テレビを見るような気にもならない、ならない、うん、それでもっと1986年12月なので、はい、仕事が全部キャンセルです。あの時たけし&たけし軍団でレギュラー10本ぐらいですからね、ね、バブル真っ只中、そうです、あの、まあ、ひょうきん族だとかスポーツ大賞だとか、うん、言うたらあのこの JNN はあのたけし城、そう、ね、ああいうのをやってた時にあれが全部飛んだんです。うわ、これがまあ大変、行きたくなかったんで私はですね、フライデーですね、はいはい、言ってますけども、その話はしますわ、はい、その謹慎中に何もすることがないので、私は昔から小説を読むのが好きで、それも推理小説が好きで、それで推理小説を書いてある賞が欲しかったぐらいなんですよ。これは推理小説界の日本の最高峰っていうのは江戸川乱歩賞、江戸川乱歩賞、江戸川乱歩賞を取りたかったんです、はい、内々で 5,6 年前に又吉君が芥川賞を取ったよね、はい、あんな感じです。なるほど、あんな感じで、うん、内々で狙ってた、はい、でもね、行きたくなかったフライデーには、はい、なぜかというとフライデーっていうのは講談社なんです。あらま、江戸川乱歩賞を主催してるのは講談社なんです。いや、行きたないわ、そんな一人だけ本当にね、うん、逃げようと思ったぐらいです。はい、はあ、まあ、その話はおいおいしておいおいそうです、うん、それで、はい、その暇だから何にもすることがない、テレビも見る気がしない、はい、じゃあ何をしようか、ずっと温めてたプロット、プロット構想を、推理小説を書こうと思った、うん、うわ、向き合った原稿に、ですか、まあ、暇だったからね、原稿に向き合った、それでね、ワードとかないから、うん、でワープロとかないから、はい、原稿ですよ、手書きですか、手書きで300枚、うえ、400字詰め原稿です、300枚、うん、バーっと書いて、はい、でそれでそれを書き上げた、はい、これがビートたけし殺人事件という大ベストセラーになった、うん、後でね、はい、で書いたんですよ、うん、でその時に僕はプロットの中で、あの推理小説というのはいろんなシチュエーション環境があるんだが、はい、芸能界を舞台にした推理小説はなかったんです、うん、はい、それで漫才師あるいはお笑いが探偵ですからね、はい、私がし、あ、まあ、師匠はですね、ひょうきん族のスタジオから忽然といなくなるんですよ、はい、拉致されるんです、うん、でそれを私が一番弟子が探していくという、はい、簡単なストーリー、はい、まあ、これが結構面白いんです、それを書いて、もう江戸川乱歩賞は諦めてるんです、はい、これで講談社に殴り込みに行った後に、うん、講談社にこう原稿を持ち込んでどうするんだと、そうだバカ野郎って言うの、あ、そうですね、まさにバカ野郎ですから知り合いのね、なんかそう愛の手がどうなんだそうもね、気をそがれるんだよね、もうあと5分、あと5分、あと5分、それをあれ持ってった、はい、知り合いの出版社に、はい、そしたらその編集長がそれを読んで、うん、これを面白いってなって、うん、それをノベル化しませんか、つまり出版しませんか、はい、あ、お願いしますって出版したらベストセラーになって、はい、それがこう JNN ですよ、 TBS のドラマのプロデューサーの面倒って、はい、これは面白いからこれを原作脚本化してドラマ化しませんか、こっからですよ、こっから加藤和子さんと出会い、そうなんです、はい、それでプロデューサーが、うん、その相手の僕はだから原作
作脚本主演なんですよ。主演ですよ。初めてですよ、そんなドラマなんて。あ、そうですか。そうですよ、うん、でそれで相手のね女性のまあ女優さん、うん、ダブル主演だったもんですから、はい、その探さなきゃいけないって、はい、ドラマプロデューサーが持ってこられたのは、はい、なんと写真。お、写真から選ぶんだ。誰がいいかしら。僕に選べつんですよ。うわ、プレッシャー。女優さん何人か。5枚。5枚。ダブル浅野。浅野敦子さん、浅野優子さん。田中美佐子。田中美佐子さん。それで加藤和子さん。加藤和子さん。でもう一人いらっしゃっていました。うん、あ、名取優子さん。うわ、全員大物。その5人を持ってきて、うん、東君この中で選んでくれだよ。いいよ。どう思う。キャスティングするよ。そんな。そうん、でも無理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 。その頃たけし軍団そのままハゲだよ、そんな。はいはいはい、ね、はい、リーダーだったけども一応ね、うん、そんなね、海パン履いてネットに入ってたの、いわゆる汚れ芸をやってた人間ですよ。そうそうそう、頑張るマンやん、頑張るマン、うん、そうそうそう、リアクション芸やってた人間が、うん、いきなりまあスーツ着て、うん、探偵でその2時間ドラマ2-3ってなったんですよ、うん、ドラマ2-3っていうのが23時台ですか。そうです、うん、23時から4日間連夜で30分ずつ、うんはあはあうん、2時間ドラマで、なるほど、でそれで枠でやりましょうって話になって、うんはい、それで5人の中やからどうやって選ぶ。確かに。それで僕選べません、あ言った、そんなね、うん、そんなランクでもないし、無理や、すいません選んで、うん、いややりたい人がいたら選んでよって言って、うんうんうん、いや選べませんって言って、はい、じゃあどうやって選ぶか、じゃあ写真を後ろにしてひっくり返してください。トランプみたいな。そうよ、うん、ひっくり返してください、はい、混ぜてください。うわ、で目つぶって聞いたのが加藤和子さん。うわ、運命や。どう思うこれ、運命。それで加藤和子さん空いてるかどうか、うん、スケジュール調整します、はい、空いてますと。空いてる。それでキャスティングされた。そっからですよ。そっから夫婦になるんだよ。そっからだから、うん、その何ですか、ドラマが撮影が始まって、撮影が始まった、はい、一番最初の、うん、その最初の日に打ち合わせがありました、はい、でその読み合わせ、うんはい、合わせ、うん、その後に飲み会がありました。おそれでその飲み会で大喧嘩になったんです、うん、え、初対面の加藤和子さんと大喧嘩、居酒屋さんで。あら、ま、なんでか分からないけど、うん、とにかく、まあ、気強いからね向こうも。ああそうですか、うん、それでわーっと言い合いになって、はい、なんかねそこにあったね、うん、もずくを投げられたの。もずく、居酒屋だったの。もずくポーと投げた。もずく投げられた。もずくがここにペタッ。うわものすごい郷ひろみみたいになった。うわ、男前になった男前になった。でそういうことがあったんだけど、うん、翌日から撮影開始なんですよ、朝6時から、はい、でも昨日喧嘩してるから気まずいだなと思ったんだけども、うん、気まずいなと思ったら、はい、現場に行ったらコロッと変わってるからね。あ、そう、そういうの。おはようございますなんか言って、加藤さんが、それで普通にはまあ現場の空気をね、うん、悪くしちゃいけないと思って、なるほど、気使ったんですよね、プロの女優さん、はい、それで、うんうん、あの撮影が始まったんですよ、はい、で俺は素人だからいろいろ聞きながらね、はい、1ヶ月半ですわ、はあ、1ヶ月半かかった2時間ドラマ。なるほど、うん、で1ヶ月半かかって最終日の最終カット、はい、緑山ってご存知ですか、 TBS のね、緑山スタジオ、はい、あそこのスタジオで、うん、あのまあ、長いシーンでした、最後の謎解きのシーンでした、はい、それが終わって夜の10時ですよ、はい、10時にでこうやって僕最終だったので、うん、花束もらって、うん、お疲れ様でしたって帰ろうとしたら、うん、加藤さんの方がつかつかカッと来られて、東さん、東さん1ヶ月半ね、うん、2人っきりで1回もご飯に行ったことがなかったですわね、この後もし空いてたら、ま、ご飯でもどうですかって向こうから言われた、言われたいいか、向こうから言われた。あったやで、ゆうたんは腹めっちゃあのね、うん、そのまんまハゲがあのトレンディ女優のトップ女優、トップ女優、名古屋嫁入り物語なんて、植木仁さんがお父さん役、うん、名古屋で30何%、何パーセント、トップ女優が、トップ女優、夜の10時に私に向かって、うん、ご飯でもどうですか、どうですかっちゅうて、向こうからや、向こうからや、うん、ほいで僕は断る理由がない。確かにね、うん、うん、何でもなせばなるだから、なせばなる、ああ、うん、もう面白そうだから行きましょうって言った、はい、そして何を食べたいですかって言ったら、はい、そしたら、うん、夜中10時よ、は、まあ、加藤さんが、はい、お肉が食べたいですわ。お肉、まあまあまあね、まあまあ焼肉とかね、あのね、うん、夜の10時以降にカップルがお肉を食べたら、うん、なるほど、その後のコースは決まってるって、その当時の男性誌のブルータスとか、わかる、ポパイとか、ポパイとかにそのコースが書いてあった、書いて、焼肉食べるってただならぬ、焼肉食べたいって、よっしゃその前でドラマでラブシーンもやっている。うわどうしよう、もう俺はもうバクバク、バクバク心臓、もう女優さんが夜中、はい、焼肉、うわ、焼肉、うわ緑山、はい、
びんでおいで、うん、焼肉屋さんね、高級焼肉屋さんじゃなきゃいけないなと思ったんだけど、お金もない、うん、師匠に連れてってもらって店は知ってたんだけども、うん、お金がないから、はい、あのまあ肉だったら、うん、私知ってるとこありますから行きましょうと、俺がおごんなきゃいけないと思ったんで、はい、おいで、うん、吉野家の牛丼に行った。あ、シャレが効いてるな、これ芸人さんでしょ、そこはもうそれ牛丼しかなかった、牛丼屋さんでもやっぱり、ね、トレンディ女優だから、うん、やっぱおしゃれなとこがいいと思って、うん、青山の吉野家。いや場所でしょそれは、場所、場所はどこへ、全国の前にあったんです、今もある、全国内容一緒です、あれ30何年前、牛丼屋さん、うん、もう本当に牛丼しかなかった、うん、もうね、女性が入るような雰囲気じゃなかったんです、確かに今は誰でも入れる、確かにそうだった。でそこに私は、うん、あのね、緑山から、はい、で前がね、またホンダシティだったんです、ホンダシティのガブリオレ、うん、で向こうはホンダシティのガブリオレ ね、で後ろをついてきてください、はいはい、私が案内します、うん、後ろは、うん、なんとスウェーデンのサーブ、サーブ、サーブのガブリオレ、うわ、こっちはホンダシティのガブリオレ、ガブリオレどうやそいで前をずーっとサーブがついてきて、サーブがついてきて、青山まで、緑から青まで、緑山から青山まで世田谷通りをうわーって行って時々止まりながらね、そしたらなんかね、友達みたいな感じだから、向こうがかっこいいさ、運転手さんがドライバーさんが、またこれマネージャーがかっこいい、かっこいい、なるほど、運転手さんがいる、私のとこ運転手誰なんだ、吉武、誰なんだ吉武、武志軍団、はい、どうぞ、おいで青山行きました、はい、青山行きました、おいで牛丼屋さんの前に泊まった、泊まった、ここなんですって言ったら、うん、なんだとかね、うん、怒られるのかと思った、はい、そしたら、あ、ここですかって言われて、うん、本当に普通に入っていった、うわ、なんかかっこいい、初めてのデートが対面じゃないよ、並んで座ってた、カウンターで、吉野家カウンター、カウンター、床ヌルヌルしてるよいやいや今はヌルヌルしてないけどね、当時はヌルヌルしてたのよ、うん、そこに座りました、はい、よかったのかなと思って、はい、それで私はね、まあ、あの若い頃、うん、あの吉野家でバイトしたことがあった、あ、そうですか、はい、うん、それで、その頃はね、いろんなですね、あの品目ないんですよ、うん、メニューがないんですよ、うん、もう牛丼、牛丼としかない、何か大盛りぐらいしかなかった、はい、でその時にこう座ってですね、うん、でここね、あの特別メニューで言えばね、牛皿っていうのがあるんですよ、だからご飯と一緒に牛皿、うん、一緒になってるのが嫌だったら、牛皿っていうのありますからねとか、はい、うん、でお茶だってやけどしますからねとか、はいはい、それでこの鍋ってね8時間おきに買えるんですよ、でバイトしてるから知ってるからね、そうそう、知ってるから、うん、今いい、ちょうどいい煮立った頃ですわって、はあ、でこの俺の仕切りがかっこよかったらしい、牛丼店での所作が今まで俳優さんなんかと二枚目さんとかで、うん、イタリアンとかそんな寿司屋行ったことあるけど、うん、牛丼屋さん、後で聞いたら、うん、牛丼屋さんに一回入ってみたかったらしいんです、新鮮だったんだ、大女優さんからすると、そう、うん、どんなとこかというので、それで私がもう食べてね、おごりましたよ280円、パンパン、そりゃそうやろ、そりゃそうやろ、パン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 、そんなそんなお札じゃない、小銭や、小銭そしたらね、はい、その食べ終わった後に、うん、加藤さんが、はい、いい経験をさせてもらいました、うわ、うんうん、でよろしかったらこの後に私ここの近くに、青山の近くに歩いてすぐのところに、うん、あのカフェバーが、うわ、おしゃれ、友達のカフェバーがあるから、そこに行ってみませんか、カフェバーね、あの頃ですね、うん、雑誌でしか見たことがあった、うん、出たばっかりのカフェバー、カフェバー、カフェバー、うん、カフェバー、ほら、じゃ行きましょうかって、お、行って、ちょっとお金どうしようかなと思ったんだけど、はいはい、高そうだなみたいなけど、うん、行きましょうって言ってね、はい、まあ、私が持ちますから、うん、あ、行きましょうみたいな感じで、ほいで行った、歩いて行った地下でしたわ、はい、これが来まーこれ、ね、カウンターがね、こう高くてね、こうなんかね、なんですかね、うん、ちょっと腰の高い椅子、椅子があって、うん、それでなんか扇風機がゆっくり回ってて、なんか扇風機っていうの、でかい、あのあれね、なんかあの空気か回すやつ、空気回すやつ、それでね、一、はい、人しかいないのカウンターに、はい、なんかなんですかね、またあの、うん、こんなバーテンダー、バーテンダーみたいなのが、はい、そこに座った、うん、加藤座った、私座った、あの時に何飲みますか、焼酎ないですか、焼酎ない、焼酎じゃない、鹿児島のね、宮崎の、ソルティードッグ、ソルティードッグ知ってる、ソルティードッグ、コップの縁に、コップの縁に塩塗ってまんの、そうそう、コップの縁に塩塗ってまんの、あれが出たばっかりのソルティードッグ俺はどこの犬かと思ったの、ソルティードッグ、塩の犬って何やと、なんか書いてあったから、ソルティはここから言うんでね、はい、何の犬が出てくるのかと思った、ワンワン、ソルティードッグが出てきたから、うん、でそれをこう飲んだ、うん、それで加藤さんがで、ほいでシーンとしてるの、ウィー、いい雰囲気だわ、いい、ね、タイトスカートに足長い、はいはい、こう組んで、なんとあの時ハイライトを捨てた、トレンディジョーが
このブルーのハイライトよ、あの労働者のタバコって、それがまたかっこいいわ。かっこいい。結構ニコチンタール濃いよあれ。そういう、うん、その煙がねふーっと一筋バーっとにも、はい、これがもう映画のワンシーンや。ワンシーンですか、加藤和夫さんの。かっこいい。それで雰囲気飲まれて、はい、何にも喋れなくなった。うわー、芸人さんなのに。牛丼屋さんではね、うん、ホームだから俺、ね、ホームだからバー喋るけど、やっぱね、うん、カフェバーはアウェイだね。なるほど。はあ、喋れない。はあ、それでなんか喋んなきゃいけないな。どうしよう。もう夜の12時ぐらいや。うん、はあ、それでどうしようかなと思ったけど、喋、はい、れない時には僕ね、手紙を書くんですよ。真隣にいるのに。はい。コースターの裏かなんかに。コースター。おしゃれ。おしゃれ。何それおしゃれ。おい。いや斉藤さんだぞや。コースターに、コースターに何書こうかな。夜中の12時だったんで、はい、あのね、シンデレラは夜遊びをして幸せの糸口を掴んだんだよ。そんなこと書きました。もう一回言いましょうか。シンデレラは夜遊びをして幸せの糸口を掴んだんだよ、この後どう？うわ、かっこいい。これをバットにした。そしたら普通ね、ほら読んでね、うん、プッと服がなんか笑うのかなと思ったら、まあまあ、はい、敵も去る者失格者、ああ、はあ、返事が来た。え、書いて。返事、この距離やのに文字でやり取り、うん、返事が来た。どんな返事？読んだ。だったら、うん、かぼちゃの馬車で迎えに来て、キャー、青山ー、どうやどうやこれ、青山めちゃめちゃや。こんなもんやね、アドリブ弱いよ俺こっちは。返せない、返せない。つまりかぼちゃの馬車持ってないから、はい、持ってないから、うん、もうそれは体力を断られたと思った。あ、ね、そうか、はい、不可能でしょうということでしょ。あ、そういうことか、うん、断られたと思って、うん、もうシュンとして、じゃあもう帰りましょうかって、うん、その日は帰った。帰った。で帰ってからこっからよ、うん、こっから僕が他の人と違うのは、あ、かぼちゃの馬車で迎えに来て、はい、ということは、うん、じゃあかぼちゃの馬車で迎えに行ったら OK ということかっていう解釈です。なるほど、かぼちゃの馬車を用意したらやないかいと。作ったらやないかと。作った。ホンダシティ、ホンダシティ、ガブリオレ、ガブリオレ、まあ、あれもちょっとボロだったら、はい、もうね、廃車してもいいと思って、上ホロ取って、うん、はい、それでその頃竹市場っていうのやってて、はあ、着ぐるみを使ってたんですよ、はい、あれでかぼちゃの着ぐるみを使ってたので、たまたまプロデューサーに言っていろんなあの着ぐるみやって、はい、で言ってもらってきて、うん、それでこれシティに乗っけて、うわすごい、かぼちゃ色に塗って塗った車体まで塗って、うん、それで迎えに行きます。時が1989年1月明けてすぐ、うわ、いいですか、お正月、うん、1月の8日が、8日が、うん、あの昭和天皇がご崩御され、平成 がね、あの前なんです、前なんです、うん、はい、1月の1989年1月の明けてすぐね、明けてすぐね、明けてすぐ、はい、明日にもう天皇陛下がご崩御されるかどうかの大変な、はいはい、それで彼女のマンションは、はい、あの半蔵門の、はあの FM 東京のすぐ裏の皇居の近く、インペリアルマンションっていうところだった。インペリアル、まあ、今はもうマンションだったんです、はいはい、でそこにで私は四ツ谷に住んでた、はい、四ツ谷三丁目、うん、そこからかぼちゃの馬車で、はい、塗った皇居に向かって、うわ、まあ、その時に皇居は警備が日本一厳しい1万5000人 あの機動隊がほらそうでしょう、その皇居を回ってるんです、ほらそうでしょう、警備してるんです、うん、そこに向かって、うん、四ツ谷三丁目からかぼちゃの馬車で向かって、うん、青みたいな顔して真剣や真剣や、はい、それで迎えに来て、うん、まあ、道路空いてるなと思って、はい、ああそうだ、まあ、もう日本一警備が厳しい、そこにはヘリコプターがバタ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 ってホバリングですよ、ほいでバーッと行った、うん、あのご存知ですかね、四ツ谷の方から半蔵門に行ったら、うん、左側に麹町署ってあるんですよ、うん、警察署が、警察署でここにバリケードがあって、うん、でこれ以上は入れないんです、もう無理よ、はあ、うん、ほいでブーッと行ったら警官がブワーッと機動隊ブワーッと、おかしいなと思って、うん、何だろうなと思ったらピピピピピッと止められて、止められて、こうした止められた瞬間に、うん、このかぼちゃの馬車、うん、俺のかぼちゃの馬車を、うん、この機動隊の盾がバン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 、そう囲んで、それでその中の警察官が一人気づいた私に、あ、東さんや、あれ、あんた武志君のそのまんま被害ないの、はいはい、はい、うん、これは何だって言われて、なるほど、ほいで、まあ、正直なこと言わないけど、うん、でかぼちゃの馬車ですって言ったんです、そしたら、まあまあね、じゃあ君は何だって言ったら、王子様ですって、はい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 、はい、そしたら、もうそうしたら、ふざけてんのかって言われて、はい、それ、あの道交法違反で、
あ、違反になるんですか、あれは。あれはね、改造車になるらしい。あ、なるほど。それで道交法違反で、はい、そこで検挙されるんです。いやー、彼女に会いに来たのに、はい、はい、そうですよ、うん、で、切符切られて、切符切られて何千円かでね、切られて、それでこの車は没収です、はい、着ぐるみだけは持って帰ってください。へー、だからそこで着ぐるみをどうやって持って帰るかな、うん、地下鉄に乗る、はい、地下鉄に入るのが、はい、入るのがこれ荷物が大きいから荷物入れないんですよ。入れない。だからこれは駅員さんにこれ荷物としてはダメですって言われたので、はい、来たのね、こう、はい、かぼちゃ人間になったの。だからコートです。かぼちゃ人間のコートです。コートで、これは有名なデザインです。それで入って、はい、それで地下鉄帰った、はい、いいですか、はい、重要なことは僕がかぼちゃの馬車で迎えに行ったってことは加藤に伝わってないんですよ。なるほど、確かにまだね家ついてない。でも皆さんね、諦めちゃダメですよ、夢は。何でもチャレンジするもんです。でその後にね、うん、警察官が警らの途中で、はい、そのインペリアルマンションに入る加藤と偶然会ったらしい、はい、でその時に警察官が加藤和子に、はい、そのまま東さんってご存知ですかって言ったら、はい、あ、知ってますけど、はい、ね、2、3日前に、うん、なんかね、かぼちゃの馬車がどうたらこうたらしてですね、道交法違反で、はい、検挙されましたよって、はい、でそれが加藤さんの耳に入って、ピンときますよ加藤さんも。かぼちゃの馬車で迎えに来てくれたんだって、事務所を通じて電話が入ってきて、うん、はい、それで一回お礼にって言って食事に行って、うん、そっから付き合いが始まった。いや、でもその本当にね、かぼちゃの馬車で来てくれたんだを人づてに聞いた時は嬉しかったと思うよ、加藤和子さんでしょ、うん、でしょ、はい、実践してくれたんだって、はい、うん、まあ、今日の教訓はね、うん、何でもチャレンジしましょうと。シンプル、シンプルな教訓、うん、そうですね。でそれがきっかけで、はい、付き合いが始まった、付き合いが始まって、ね、でそっからどうなったかはまた次回ということでございますんで、はい、はい、今日は東国原秀夫さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。